じゃあ、じゃあ、はい、よろしくお願いします。じゃあ、はい、まあ、いろんなバッターと対戦してきたと思うんですけど、はい、ただマウンドに登る前にやっぱり一番警戒するのはそのチームの4番だったですか。高木豊ですね。いえ、まあ、太陽はそうだったかも分かりませんけども、はい、なんか僕を乗せようと思って言ってると思うんですけど。そうです、そうです。そうです、あっさり認めなくてもいいじゃないですか、はい、いや、それで、はい、やっぱこう当時広島の4番といえば山本浩二さんだとか、はい、阪神だったら掛布さんだとか、はい、まあ、中日は大島さんだったですか。そうですね、落合さんか。落合さんは晩年ですからね。ああ、まあそうですね、はい、まあ、でヤクルト誰だったんですか。若松じゃないですか。4番若松さんか大杉さん、杉浦さんか大杉さんか。あ、杉浦さんとか、杉浦さんで、太陽はレオンか田代さん。そうですね、各チームの4番バッターっていうのはやっぱり意識しましたか。まあホームランありますからね、はい、で山本浩二さんにはどういうふうな抑え方をしたんですか。山本浩二さんは抑えてないですね。一回どてっぱらに当たってましたよね、はい、ピッチャーライナーが、はい、あれは消化試合消化試合、消化試合ってあったんです昔。いや、ありましたよね。今のことわからないじゃないですか、プレーオフがあるので。消化試合って言って昔130試合でもう優勝が決まったら残り5試合ぐらいは消化試合って言って、まあ、お客さん も入られるないし、ね、若手が投げるんですよね、うん、もう優勝も決まっちゃってる、優勝関係、ね、まあ今シーズンもない、はいはい、その消化試合の最終戦で広島に行ったんですよ。それで投げたんです。それでピッチングコーチが堀内さんで、もう消化試合だから広島飛行機乗れないしね、苦手だし電車で行くとすごい時間かかるじゃないですか。で若手の人に投げ出してくださいって堀内さんに言ったらダメだって、ローテーション決めてるのはお前が投げろって言うんですよ。で、分かりましたって言って消化試合なんで気持ちがほとんど入らずに投げてたんでね、うん、そしたら山本浩二さんって真面目な方なんでちゃんと消化試合まできっちりやる人なんですよ。それで、はあ、これ絶対もうこっち気持ち入ってないから危ないなと思ってインコース投げてこうピッチャーライナーとか来て嫌だから外側投げようと思ってアウトロー投げたんです。アウトロー思いっきり引っ張ったんですよ。僕投げた方がアウトローだったら来ないと思うんですよ。そしたらパッ引っ張ってここに当たりました。肋骨とこの腰の間でパッ当たってもうちょっと倒れますよね、うん、と思って倒れて、これで最終戦ですから、うん、次の日が東京でゴルフだったんですよ、うん、まあ、大体予定入れてますよね、うん、でゴルフだったので病院行っちゃうとゴルフダメじゃん、はい、行っちゃまずいでしょ。そりゃそうです。だから交代したんですけど、病院行かずにこう見たら、ほんとこれサンバちゃんの場面で話したんですけど、ボールの縫い目がついてたんですよ。縫い目つきますよね、 C って、はあ、カープ C? カープの本当ですか。カープはつかないでしょ。だからやっぱり回転してるから、そうか C ってつけようと思ったらつけますよね。そういう人は C って、はあはあ、カープのボールぶつかると C つくんだと思って、それ次にゴルフだから痛いんですよ。全部さらし巻いてね、無理していく必要ないでしょ。さらし巻いてゴルフやったんですよ。いてっつってという話。僕が聞いてるの知ってます。忘れました、なんだっけ。いや、どうやって抑えようとしましたか。4番ね。でもマウンドに上がるときにやっぱ意識するバッターっていたわけでしょ。いや、このバッターにはちょっと抑えとかな、厄介なことになるとか。それは高木さんのお言葉ですけど、場合によって違いますよね。だって前の日に全部スコアラーを持ってきて自分の映像を見て自分でこの人がポイントだなって判断するから毎試合違うので、例えばめったになかったんですけど高木豊っていう選手が2、3日前からすごい打ってるぞと、5打席のうちの4打席がヒット打ってた。ちょっと待ってください。何て言いました、最後冒頭に。何ですか。高木豊は何、めったになかった。めったにな、たまに。たまにね。たまに、いえ、数多く。数多く、数多く、数多くあった 例を言うと、高木豊が当たってるぞって自分で見るわけで、ああここ打ってんのか、こいつも打てないの、ここまで打ってるなっていう判断で、そうすると高木豊にチャンスを回さないように回していくわけですよね。大丈夫、回る程度そこに当たらないように。なるほど。で当たって不幸にも満塁ホームランってことがあるわけですよ。それは満塁ホームラン打ったことあるでしょ。ありますよ。その時それね、篠塚さんが遠藤さんの当たりをエラーしたんですよ。それで満塁になったんですよ。そうでしょ。はい、だから、だからそれまでには打ち取ってるんですよ。江川さんマウンドは降りてますよ。だから篠塚だからね、もうエラーしないと。そう、絶対にしないから、うん、もうこれがもし不安になったらもう絶対にもうその心の準備できてるから、
マウンドがまだいると。もうマウンドってもう一回投げる気でいます。例えば中川さんのところに転がっていったとすると、俺が言おうかなと思ったら自分から言う。早く言わない、まあ、中川さんね、うん、はい、中川さんのところ行った場合はもう行った瞬間にもう一回最初から次の日やらなきゃって思うわけです。なるほど。そのとこだともうアウトだと思ってマウンド降りちゃうから、それがエラーするから全部狂っちゃうんですよ。だから、マウンド降りかけてまた戻ったんですよ。そうです。そしたら僕がガーン打ったらマウンド降りてましたよ。風で入ってるでしょ。風で後楽園でギッギリ入ったんですよ、ね、だからマウンド降りてましたよ。みたいな、こう首かしげな。で、あの打球は多分入ってないんです。風で2メーターが伸びたんですよ。2メーターも伸びないです。そんな強風じゃないから。僕は読めるから、上がった瞬間思わなかどうか、まあ、分かりますよね。分かります。僕も半信半疑だったんですよ。そうでしょ。だから降りてくるから不安で。あの時ね、結構ライトに風がちょっと吹いてた。そんなことはない。そこまで覚えてないでしょ。いや、それじゃないとマウンド降りないでしょ。マウンド降りたの2回しかないでしょ。あの高木豊さんにマグレで打たれ、マグじゃないかあの一言多いですよね。高木豊さんに打たれたホームランと、うん、落合さんの二軍の時にやったセンターオーバーに入れた2回マウンド降りました。で、この人は、まあ、センターオーバーでセンターフライだと思ってもマウンドが降りてったらセンターオーバーに入れた。この人はちょっとすごい選手になるかもと思ったら落合さんで三冠を取った。三冠で高木さんもやっぱりね、あ、これはもうライトフライだと思って降りてたらホームランになったから、すごい選手になるなと思ったかな。ありましたよね。全然表情に何真剣味がないですよ。真剣じゃないですか。これは高木さんの、いやいや、そんなことご覧になってる28万人に、いやいや、そんなことないですけど、でも江川さんね、はい、その昭和の名勝負とか平成だとか令和だとか、いろんなこう名勝負の中にいろんな対戦で使われてるじゃないですか、江川さんの名前って。まあ例えば掛布さんであったりだとか、はい、落合さんであったりだとか、はい、まああると思うんですけど、はい、僕が印象に残ってるのは野茂が清原に対してフォークは絶対使わなかったっていう。おお、まあ、イラブンもそうですよね。まっすぐだけでやっぱこう打ち取りたかったという。江川さんって誰かいます、そういうのって。まっすぐだけはないですね。そういう山本浩二さんに1回やったことありますけど、うん、もう4点ぐらい勝ってたのかな。7回ぐらいに打席が回ってきたんで、全部インハイ投げてみようって12球ぐらいかな。ここ12球っていうのは粘られたということですか。空振りしないんですよ。ボール1個1個って半個外すと振らないんですよ。ボールがピャッと見るんですよ。選球眼いいんですか。舐めるので、ストライクゾーンに入れるとパッとファウルになるんですよ。でそれで12球目かなんかにレフトスタンドにホームランできましたね。で僕は見事だと思いました。マウンドで見事だな、すごいな、あの粘りたのホームランすごい。江川さんってマウンド上でカーッとはならないんですか。なりますよ。やっぱ打たれた時になります。うん、あの真剣に投げて打たれた時はね、あの気を抜いて投げた時はカッと来ないんですよ。自分が悪いから。掛布さんとはどういう勝負してたんですか。掛布やっぱり同じ年じゃないですか。掛布はもう決まりが1球目は ど真ん中のホームランになるカーブになる。振ってこないですよね。打ってみなって投げるのに絶対打たない。ホームランになるのよね。だから彼は言ってましたね、1球でこの2人の勝負を終わらせるのは面白くないって言ってました。作り話うまいですよ。掛布さん刻んですよね。うまいんやな、本当。でも本当そうなの。僕はそれをちょっと破らしてやろうと思ってど真ん中にホームランになるカーブを投げる。絶対ホームランになる。いや、でもそれは投げないカーブだから。だから掛布さんの性格も読んでんでしょ、それは。うん、面白いじゃないですか。打つずっと打たなかった。生涯曲がらないカーブって分かりますよ、うん、ちょうど曲がらない、打ちやすいのかな、うん、あ、いや、だから勝負球のカーブと、まあここ狙ってないなってカウント取りに行くカーブと、はいはい、でしょ。はい、そうです。それど真ん中に投げるんだけど打たないんです。1球目は絶対に。その代わり2球目はまあアウトコース行ったりすることもありますけど、最後は絶対インハイなんだけど1球は、うん、それを打つか打たないかの勝負。でも掛布さんはそこをずっと待ってるわけでしょ、まあ、でも必ず行きますよ。待ってるんだから、うん、行かないと悪いじゃないですか。1球目振らないんだから。だからまあ正しくは1球目ど真ん中のホームランのカーブ行きますって言って振らない、ありがとうございましたっていう、必ずインハイ行きますっていうことを喋ってるってことですよね。そういう勝負をしてるってこと。もうお互い喋ってるわけで、うん、でもうインハイバーンって言ったり、それがバーンとファウルになったり、失敗したなってこうやってか、やりますじゃないですか。変なことじゃない、ルーティーンでしょ自分の。あ、ね、インハイム打たれたからじゃなくて、目の高さのやつをパーンっつって上から、高めとかできない、上からとか
で、打たれた印象ですか、それとも抑えた印象が強いですか。打たれたのがいいですね。でもそのボール打つのすごいなと思うもん。ああやって打つかっていう感じですよ、アンドンとか。掛布さんにいくら打たれてもカッとなることはなかったですか。だってそういう楽しい勝負をしてるわけでしょ。いくら打たれてもっていう、最高のボールが行った時に打たれるのがカッときますよ。それ三振するはずのものが打たれてる。ああ、なるほど、うん、それはありますよ。でも江川さんに俺不思議と三振しても頭に来なかったんですよね。何かですか。気持ちよかったんです。僕のボールでしょ、うん、まあ、だって普通は三振するもんね。西本さんから三振食らうとカーッとなるんですよ。シュート、まあシュートでも、うん、なんか見逃しの三振でも、うん、みたいな、カーッとくるんです。江川さんから三振は不思議とカーッと来ないんですよね。なんでですかね。なんかそういう勝負を勝手に自分でしてると思ってるからじゃないですか。いい勝負を、いい勝負をね、うん、ちょっと失礼かも。だから納得してないけど。いや、なんか思い出してるんですけど思い出さないな。わかりました。はい。